けでございまして、ギターフロンティアへようこそ。皆様ステイホームウィークいかがお過ごしでしょうか。こんな時にちょっとギターが弾きたくなりますよね。でもギターはちょっと自信がないなとか、もっと気軽に弾きたいなという方に、なんと弦が2本も少ないウクレレの紹介です。では今日は店長抜きで1本紹介してみたいと思います。至らぬところが多いと思いますが、店長がいいという声もあると思いますが、ぜひ最後まで見ていってください。では本日ご紹介するギターはこちら、ヘッドウェイスケール346mm ソプラノタイプ HUS1AS アメリカンマホガニーのオール単板です。ちなみにナットとサドルは牛骨でできてます。ではちょっとアップしてもらって、後ろもこんな感じでとても綺麗です。どうですか。はい、ではちょっと弾いてみたいと思います。前に海で弾いてる動画がちょっとだけ出たと思うんですけど、それと同じウクレレです。こんな感じで、というような感じです。はい、こちらはちなみに新品でございます。そしてなんと持ち歩き用のギグバッグがついております。これもすごく使いやすく担げるようになっているので、私はこういうギグバッグ付きがすごいおすすめです。はい、それではお値段ですか。お値段いくらですか。税別、はい、27,000円。はい、ではこちらお値段税別27,000円でございます。本日も最後まで見ていただいてありがとうございました。カメラさん、はい、カメラさん、はい、緊張しますか。そうですね、ウクレレでよかったです。よかったです、上手ですね。さあ今日のこのウクレレはヘッドウェイの結構自慢のシリーズ JT シリーズなんですよ。製造はインドネシア、あの海外なんですけども、最終工程が日本で仕上げてます。でこの正直ね、2万7000円での販売ですけども、これ2万7000円でこれだけのオール単板で、ペグがまたいいでしょ。もう一回ペグ見せてあげて、うん、ペグ、すごいクオリティが高いですよね。これね、これちゃんとあのウクレレってすごいチューニング不安定なんですけど、うん、このしっかりとしたオープンタイプのこのギター用のペグ、これいいのついてますから、これが大事。もうウクレレってね、安いの買っちゃうと、うん、あのペグが変なのついてるともう最悪ですよ。前も、うん、こんなギター買っちゃいけないシリーズちょっと話しましたけど、ショートスケールって狂いやすいので、ミニギターとかなので、しっかりしたペグがこう絶対なんですね。ということでこちらは当店非常におすすめ、そしてカメラさんもおすすめですね。おすすめです。本当に近くで見ても質がいいのが分かります。さすがです。ちなみに先ほど言いましたけども、日本海をバックにあのちょっとした動画撮りましたよね。そんなこともあの時使ったウクレレそのものなんだよね。そうですね、その時もこれ持っていきました。これですよね、これですよね、はい、これです。ということでカメラさんファンが全国に結構いると思いますので、これちょっとファンはちょっと買いたいんじゃない。そんなことは関係なく、これあの買ってくれた人になんかこうかカメラさんのあのこの間のイラストがつくのかね。そんなものはありません。あ、そんなないの。一つよろしくお願いします。じゃあ最後締めてください。はい、もう一回、じゃあ最後まで見ていただいてありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いいたします。